なあ、この間言ったお祓い、効果はあったか？それが、なんだ。エデンで噂の白い少女の幽霊を見ちまうし、秋葉原で怪現象にも巻き込まれちまうし、せっかく10万もする。だなぁ、間違いか。ああいう薬って同じだ。何度も行かなきゃ、ええんだって。だか、なんだか、さっきかまたあのビップルームから悲鳴が聞こえる気がしてさ。やべえよ、それ。腹が効き目が切れてきたんだって。また行ってこいよ、俺付き合うからさ。今度は30万の首飾りも買わないと。いつも人聞きの悪いこと言わないでよね。ちょっとお仕置きしてるだけでしょ。この子、私と記憶共有だから、試しに一人でウイルスプログラムを作らせてみたの。そしたら、この子、よりによって出来上がったウイルスを私に仕掛けたのよ。おかげで、私の端末の画像ファイル、全部ヌメモンのドットグラフィックに変換されちゃったの。だから同じドットで、星置き中。体が変な感じだよ。元に戻してよ。作れとは言ったけど、私に仕掛けろとは言ってないでしょ。その姿で、ちょっと反省してなさい。そんなに怒らなくてもいい。せっかくエリカの記憶から再生したのに。クーディエができる前にね、エリカも同じようなことをやったんだよ。リュウジに自分のスキルを見せるために、リュウジと千歳の端末の画像ファイルを全部ドットに変えちゃったの。何のドットに変えたって？それはあれだよ、リンクの。余計なこと言うと今度は麻痺を追加するわよ。なんで言っちゃダメなの？エリカ、あの時は最高に活かしてると思ってやってたんでしょ。私だからそれと同じことをしただけなのに。成功した経験則に基づいているから喜んでもらえると思ったのに。あんたは過去の経験を局所的に抜き出してるからそう思うだけで、今の私にとっては忘れたくても忘れられない過去の恥ずかしい記憶なの。時系列を踏まえて記憶を整理してよ。いつの間にか私より私の記憶の検索が巧みになってきちゃって、自分がもう一人いるみたいですっごく変な気分。私がいないところで余計なこと言わないようにサーバにプロテクトかけとかなきゃ。仕事が入った。これから又吉さんの部署、電脳犯罪捜査課のサーバにハッキングをかける。ザクソンからの依頼だ。お兄ちゃん、私は今回は一緒にやってもいいでしょ？無理はするなよ。まず関係者のアカウントを手に入れる。対象は又吉さんだ。申し訳ないが、アカウント情報を拝借する。準備してくる。千歳に伝えておけ。よかったね、エリカ。エリカ、私も一緒にやってもいいでしょ？そうね。画像データを全部復元できたらいいよ。おお、それなら急がなくっちゃ。どうしたの？さすがにまずくないかって？そりゃいいわけないけど、私たちはハッカーだよ。
時々はこういう仕事も来る。おう、どうした？話があるって？いいぜ、今仕事中なんだ。悪いね、わざわざ来てもらっちゃってよ。フーディエのバイトじゃないのかって？違うよ、エンジニアだよ、エンジニア。お嬢もリュウジも店の運営はおざなりっていうか適当だろ。別にバイトちゃんに変わってって頼まれたからとかじゃないからな。チームのアジトがなくなったら困るだろうと考えてわざわざ店番をしてやってるわけだ。うん。で、なんのよ。電脳犯罪捜査課ってマジかよ。又吉さんの部署じゃねえか。でもまあ大丈夫だろ。又吉さんは俺たちの恩人だ。リュウジも悪いようにはしないはずだぜ。ああ、そういや話してなかったっけな。俺たち又吉さんに捕まったことがあんのよ。何年前だったかな。ダチが悪質なハッカーに弱み握られて脅されちまってさ、アッカーから弱みの証拠を取り返そうとして挑んで逆に罠にはめられちまったんだ俺。当時一緒になってハッカーしてたリュウジも俺を助けようとして巻き込まれて二人して一緒に逮捕されちまったのさ。で、その時の担当刑事が又吉さん。今時珍しい昔かたぎの人でさ、説教は長えし肩骨は痛えし。でもダチのためにそこまでできるとは見上げた心意気じゃねえか。いろいろ便宜を図ってくれて俺ら歩道扱いで済んだわけ。恩人ってのはそうだから心配すんなって。そんな人に迷惑かけるようなこと。はい。リュウジの様子がおかしい気がする。しゃあない、後輩のためだ。リュウジだよ。妙なことしてないか調べてやるって。あいつらには適当にごまかしといてくれよ。心配しなくてもサーバ潜入までには戻ってくるって。
足りないな。又吉さんからアカウントを盗むときに一芝居打つ。ザクソンから誰？あまりよそのチームを巻き込みたくない。いや、今どうしてる？俺？話は分かった。つまりお前たちの作戦に協力すればいいんだな。お前の仲間が又吉って刑事をコミュニティエリアに呼び出す。その隙をついてあるプログラムを刑事に接触させることで、でそのデジモンのアバターを着たお前ってわけ。デジモンの姿になったやつなんて初めて見たよ。やめろよ。あんまりつぶらな目で見るなよ。照れるだろ。なんかともかくデジモン型情報コピープログラムか。見た目はポヨモンだけどフーディエ独自のマルウェアってわけだな。その姿で3秒間又吉に接触すればアカウント情報をコピーできる。まさかアバターをここまで改造できるなんて。気にするなよ。むしろ嬉しいんだ俺のことを。ちょっとは実は本体の方は膝ガクガクなんだけど。又吉さんが来たよ。これからはシークレットラン。私の声は君たちにしか聞こえないから。おう、リュウジ。レンウス。この間はありがとうございました。水臭いこと言ってんじゃねえよ。すぐに退院できました。そうかそうか。ゆっくり会うのは久しぶりだな。おかげさまで。おう、立派なもんだ。ところで、又吉さん。おう、な…いいよ。デジモンみたいですね。こんなとこにいたら一般のお客さんに迷惑だろうが。対象に発見された。あ、すいません。ん？はい、すいませんけど捕まえ…やれやれよっ。あ、危険はねえみてえだな。それにかわいいじゃねえか。姿はデジモンでもスケベ電波が観測できるの？それは冗談。ともかくそのまま動かないで。おい伊達、遊んでねえで早くそいつを学生さんに返してやれ。うっす。おらよ。デジモンはちゃんと管理しておけよな。じゃないと逮捕しちまうぞ。はーい、すいません。ちょうどいい。紹介するよ。ユージ、部下のお前と同じ口でな。いつか引き合わせたいと思っていたんだ。よどうも。見た目は妙ちきりんだが警察官としてはまあ頼りになる方だ。だてお前もだ。ユージの男気と根性は俺のお墨付きさ。ハッカーってのはたまに傷だがな。俺ももう年だ。いつどうなるかわからん。そうなった後は若い者同士で助け合ってくれ。そんな、死ぬんすか又吉さん。死んじゃいやす又吉さん。誰が死ぬか。引退の話だ。勝手に殺すな、バカ野郎が。ん？こりゃいかんな。本部からすか？ああ、指名手配のハッカーが空論に現れたそうだ。
垂れ込みがあったと連絡が入った。よし、うまくいけば現行犯逮捕できますね。すまん龍二、相談の件は後で必ず聞かせてもらう。ハッカー絡みですか？だったら俺も行きます。そいつは助かる。行くぞ龍二、立て。作戦どうなったんだ？ちょ、おい、どこ行くんだよ。まさか追いかけるつもりか？その姿で無茶だって。お、なんだよ、置いていきやがって。いいじゃないか、放っておけよ。でも少しくらいあいつらに貸してやればいい。あいつはお前の親友だろう。心配しなくても必ずお前のところに帰ってくるさ。そう、そうさ、俺の言うことが間違い。Thank you.